山ツ,ツジは、筒子ツかツ,ツジ族の反落用低木。別名、エゾ山ツ,ツジ、テリハ山筒ツ子ツ、紫山ツ,ツジ。北海道南部、本州、四国、九州に分布し、低山地のソリン内、林園、日当たりの良いオネスジ、草原などに生育する。日本の野生ツ,ツジの代表種で、日本の野生ツ,ツジでは分布域が最も広い。 酸性土壌に向く筒ツツジが多い中、本種はその代表的な種である。反落葉紅葉樹。低木で高さは1から4メートルになり、若い枝には泡褐色の伏した剛毛が密生する。葉は五星し、葉平は長さ1から3ミリメートルになる。春葉と花葉の別があり、春葉は春に出て、秋に落葉し、花葉は夏から秋に出て一部は越冬する。 春葉は、長さ2から5センチメートル幅0.7から3センチメートルになり、卵形、楕円形、長楕円形、卵状長楕円形など、形状や大きさに変化が多く、先は短く尖り、先端に線状突起があり、基部は鋭形、葉の両面、特に裏面の脈状に調合が生える。火葉は春葉より小型で、長さ1から2センチメートル、 幅0.24から1センチメートルになり、頭皮神経、頭皮神状長楕円型で、先は丸く、先端に、洗浄突起があり、基部はくさび型、葉の両面に毛が生える。花期は4から6月、枝先の1個の花がに2から3個の花をつける。花柄は、長さ3から4ミリメートルになり、果敢の筒は、やや太く、色はが、主石色。 甲子色など濃いものや淡いもの、稀に白色があり、計3から4センチメートルのロート型で50列する。果敢の上側内面に、濃色の反転があり、内面に短毛が治るする。お寿司部は5本。果中は、長さ3から4センチメートルになり無毛。果実は、果てで、長さ6から8ミリメートルの長卵形で、8から10月に熟し劣化する。ありがとうございます。